さあ前傾姿勢まもなくスタート。号砲一発、12レースのスタート、ガールズ競輪予選1の2組目、やはりスタートが早い2番車梶田舞です。梶田がスタートを取りました。3番林真奈美、その後5番車高橋理香、6番の戸田美代子がいて、4番中川涼子、1番車の大久保佳林ですが6番手からの競争になりそうです。あとは7番の浦部香織で3コーナーへと向かいます。林も前へ前へ踏もうというところですが、これからジャンを迎えていきます。ジャンがなって誘導対比、2番の梶田、3番林、この2人が並走ですが、さあ大久保佳林が行く、大久保佳林が行く、これに乗っていこうという7番の浦部香織ですが、最終ホーム、1番の大久保佳林が豪快に先行体制、2番の梶田前、そのアウト7番車浦部香織、さあ梶田と浦部で2番手マーク争いは、ここは梶田が2番手を取り切っている。1番大久保、2番梶田、人気の2人、追って6番の戸田美代子、3番手、3番林がまくり上げるんですが、ちょっと林は苦しい。第4コーナーから直線、大久保佳林番手から梶田前の追い込みですが、大久保佳林